AKB48 の岡田奈々は 43,318 票で14位に入った。岡田は5月28日、体調不良で休養することをグループの公式ブログで発表。詳しい理由は明かしていなかったが、機能性低血糖症と診断されました。そしてそこから多食障害、過食嘔吐を引き起こしました。と告白、なかなか言えなくてごめんなさい、と涙ながらに謝罪した。これを言ったら、嫌われちゃうんじゃないかとか、そういうことばっかりを考えていたけど、皆さんは私がいない間も信じて待っていてくれて投票してくれて、こうして目標である選抜まで押し上げてくれて、だから私も皆さんを信じて、ちゃんと本当のことを言わなきゃなと思ってここで言わせていただきました。と症状告白に至った考えを説明した。第5回から参加した過去の選挙は県外、51位、29位、同じ14期生の小島真子、西野美希と共に、三重市、と呼ばれ早い段階から期待されていたが、4度目の選挙で初めて選抜メンバー入りを果たした。今年の開票速報では過去最高の 14,889 票を集め、7位につけていた。